んばんは。ファイル箱。いやもう前髪をさ自分で切ろうか切らないかですごい迷ってて今。でも切ったら切ったら飽きちゃいそうなんだよなっていう。あすごい上に帰っちゃったんですけど。美容院か。最近だって割と12月頭に行っちゃったからさ。もうこの辺汚いもん。いや。マジで部屋汚すぎて。もうスカスカすぎてこの辺も。かなり傷んじゃって。まあかといって長い方が、いやー年内はまだいいかな。だって美容室行ったばっかだからさ、割と美容室もそんなただで行けるものじゃないし。けど伸ばして結局何がしたかったのか分かんなくなってきちゃって。でもほらここまで伸びた。なんか伸ばして何がしたかったんだろうって結局分かんなくなってきた今。お腹は出たか。じゃあいっか。お腹出たならいいや。お腹出たならいいや。やばいね今日寒すぎた。外出たけど寒すぎました。今日はやばい。部屋掃除したい。もう掃除したいっていうかなんか整理したい。無理汚すぎて。岐阜って雪積もる。山の方はね積もるけど、綺麗にはしてくれたんだけど、やっぱ触っていいものダメなものっていうか分かんないだろうから、見かけ上は綺麗ではないけど、なんか私は家だとお菓子を食べないことに気づいて、だからなんか友達とかが飲みに来た時
まあ食べるんだけど、なんか食べないんだよね。買うんだけど、なんかで例えばじゃがりことか食べない。堅揚げとかもたまに食べるけど、うん、いや食べてるんだけど、わかる、なんかがっつり食べないというか、だからお菓子が死ぬほど溜まっていくんです。だからお菓子買っちゃいけないなって。え、だからお菓子を常備すると食べなくなるの。食べるんだけどストックがいらないなっていう。だから結構消費源切らして、しっけしけのせんべいとかたまにあるからさ、そんなの。とか親がお菓子とか送ってくれるんだけど、お菓子はやっぱいらないです。なんかそれこそコロナになってからカップラーメン食べる回数とかマジで減ったもんね。めちゃくちゃ減った。いやなんかそのコロナになった時にね、コロナになった時にその、まあ、そのお弁当が出たの、ご飯、ホテル療養だったから。で、まあ、お弁当って飽きちゃうし、私そもそもお弁当っていうものをあんまり好まなくて、で、まあ、食べてて飽きたなと思って、その荷物は送ってもらえたから親にね、カップ麺とか結構送ってもらって、で、わカップ麺だと思ってカップ麺を、ね、食べてたんだけど3日間くらい、なんかうわ体に悪いなって感じがして食べてる時に、そっからなんかもういや食べる時は食べるんだけど確実に食べる回数は減った。なんか今日ピン買っちゃった。でも安かったからいいんです。見て、フレンチガーリー用にピン買っちゃった。でもセンター分けだとやっぱ合わない気がするんだけど、なんかいい感じにできないかなと思って買ってみた。やっぱ前髪作ろうかな。そう、でもこういうピンは多分ハイトーンにめちゃくちゃね映えるんだよね。あ、そう、こういう感じでつけたいなと思って買ってみたんだけど、でも今日のお洋服にはあんまり合わないかもしれない。リボンついてるから、てか
暗いな、なんか。白着てるからか。寒い、部屋全然温まんないんですけど。白もでもなんか白さ、なんかどっちもさ全部見たんだけど、なんかリボンの色若干違うよね。分かんない、白のピンはあんまり買ったことないから。風の向き動かした方がいいの？暖房って。黒の方がなんかハイトーンには入るかな、やっぱ。だとやっぱハイトーンは同化しちゃうね。黒の方が良さそう。そうと思って、もし髪の毛を暗くした時用に白を買ってみた。って感じです。暗くしたいからね。でもこんだけやるだけでもだいぶね。今って割とハーフツイン系流行ってるから、髪の毛一般的にも。買ってみました。っていうか今日はメールを普通に送り忘れてました。今日のお洋服には合わないかな。明日メール送る。1294日。ありがとうございます。いや本当に配信チケットのおかげで継続ができてるのでありがたいことです。26日ね。分かりました。
え、だってこれ舞台期間の、いや、スープとかも入ってるけど、これ全部お菓子系よ。差し入れとかやばくない？スープもあるし、じゃがりこもあるんだけど、この量だから舞台期間に食欲がなくなっちゃって、まあ、お菓子もいいやってなっちゃって。これをだから消費しなきゃいけないのがちょっと大変。このマシュマロサンドは大好きなやつ、焼きマシュマロベイクドマロ、これめっちゃ美味しい。でも牛角さんダイレクトとかもここに入ってるんだけど、これも美味しかった。焼きショコラケークラスク、これめっちゃ美味しかった。え、てか今日も地震あった、もしかしてだけど、寝てる時揺れたなって思ったんだけど、気のせい、気のせいかな。ラスクとかね、そういうクッキー系好きなんですよね。クッキー系好きだから、最悪夜中にちょっと物だけ入れて片付けようかな今日。だからさ、昨日おとついはめっちゃ疲れ果てて寝てたんだけど、昨日が本当にそんな大して動いてないから全然疲れてなくて寝れなくて、なんか疲れてないとやっぱ逆にダメだなってなった。疲れて寝るのが一番すっきり寝れる。今日はでも今日も別に大して疲れることしてないからな。もうどうしても二重幅を広げたくなっちゃった。でも今日はテレ東を見ないと、絶対おもろいからテレ東を見ないとな。りんちゃんのツイッター見てってこと？バカー、ご信用だよ。マジで。じゃあ、あのとめきちゃんの、とめき役のさきちゃんが、最終日ガチ携帯を持って撮ってくれてて、ステージ上で。私もあるんだよね。
いつもガチじゃないのよ。おもろね、それ稽古バージョンもあるんだよね。ちなみに乗せようかな、私も。いっぱい動画もある、だから。ね、寒い部屋なんかね、あと何、あ、稽古バージョンもおもろい。稽古バージョンはねこれだしかもさ、私がそのドイッチを殴ってる時にサキさんが「いけいけ」って言ってるの。二度見しちゃった。なんで？なんか稽古の時の方がまだ髪の毛あるんだけど、私この舞台期間でやっぱ髪の毛めちゃくちゃ減ったのかな。あんなぐるんぐるんに巻いてたから毛量全然分かんなかったんだけど、やっぱ傷んでたかな。だって私の毛の量こんだけしかないよ。稽古バージョンもおもろいんです。やっぱさ、あんなぐるんぐるんにさ巻かれてたらさ、いや自分で髪巻いてた、自分で髪巻いてた時は140度で巻いてるんだけど、メイクさん何度か分かんなかったから、じゃもう切れるのよ、切れるのよ。やっぱほらこれが短い毛です。私のここでね毛がなくなっているんです。そのこと、ここまで切ってみようか。いや絶対やだ。いやだって髪の毛くじで研いだらめちゃくちゃ切れてたもん。それはこうなるわさ、仕方ない。でも長いのは長いからここまで、この辺まで伸びてくれないかねえ。だいぶ頑張って伸ばしたのにな。でも本番のダンスダンスダンスもあるよ。あーごめんなさい、すごい音楽流して、あーすごい、すいません、すいません、すいません。あー元に戻さないと、元に戻すも何ももうどっちにしろ切れるからね。だからほら、こことここでこんなに長さが違うわけよ。なんでかは分かんないけど、だから最悪ここに合わせて切るっていうことになる可能性も、私の最近のハマってる言葉はなきにしもあらず、こんだけ切る可能性なきにしもあらずです。いやー、
でもまだ大丈夫だよね。いやもう暗くした方がいいかな。いやサンタクリスマスのお話し会をこの髪色でいくか暗くするかどっちにしようか迷ってる。いやでもどっちにしろもうこれをブリーチすることはない。だから早めに行くか行かないかなんだよね美容室に。どっちがいい？ちょっとスズメの戸締まりを見に行こうかなって思ってるんですけど近いうち一人で。面白かったですか？ブリーチはしないかも。しないんだけど。もういいや、そんな映画の話も一旦置いといて髪の毛の話に戻ろう。どうしよう。これまた染めたら染めたでまた痛むかな。普通に染めたら。迷うな。いや今年は一旦これで耐えようかな。ちょっとプリン、いや迷うね迷うね。これには絶対に暗くしてるんだけど、いや迷うね。いやもうそう本当にブリーチはもうしないのよ。ブリーチはしないんです。だからいつ行くかって感じかな。いやでもな今月も行ったしな、松パンも行ったし、いやでも本当にさ私さ月3着4着5着くらいそんな買ってないか、月さ3着くらいお洋服買っててさ、今月まだ多分1着も買ってないわけよお洋服を。買おうかどうしようか迷ってるんですよね。一旦美容師さんに聞こうかな。
買っちゃうかな、やっぱ買おうか迷ってる。いや一旦前髪切ろうかな。もうごめんね、本当にだよね、お前のことなんてどうでもいいよって感じだよね。ごめんなさい、すっごい倒した。お前の髪の毛なんてどうでもいいわって感じだよね。でも前髪はいつも自分で切ってたから最悪自分でも切れるんです。私はもうこんだけ伸びたら前髪の量がねだいぶ少なくできるはず、今までの時より。前髪切る作業を向かってねって。でもずっとセンター分けだからね、ここセンター分けか。切るとしたらこんだけ。でも前髪はねハイトーン作っても数ヶ月あったもんね。前髪はそんな、いやー前髪はない方がいいんちゃう知らんけど。えどっちがいい。切りたかもしれないどうせ前髪はすぐ伸びるし。でもこっちの方がなんか大人の女性っぽいよね。ああ前髪あるとこんな感じだわ。黒の服がよう入るわ。でも私はどっちかというとフレンチガーリーの洋服のを着たいわけですわ。だって9月も前髪まだあるよ。9月も全然まだ前髪なんて全然あるやん。ずっとてか髪の毛の量、お髪の毛どこ行ったん。すっかすかよ。短いし。そんなこと置いといて。いやこの時の毛量ちょっと戻ってきてくれないかな。だって見てよ全然違う。まあブリーチ3回の結果です。これが一旦コンクリまで髪切ろうかな。逆にまたどんどん切れていくんだろうな。もう めんどくさいよねこのこういうの。
でしょ、10、11、12、3ヶ月でこれよ。エクステもつけたくない、お金かかるから。エクステってめちゃくちゃ高いんだよ。あとなんか痒くなっちゃいそう。ちゃんと洗えば大丈夫って言うけど、てかセンター分けが似合ってないのかな。こう、こういう風にしたらいいのかな。違う、こっちこういう横に流せばいいのかな。ちょっと今変だけど、すごいってつむじもさ分かれるの。結構プリンですね。気づいたら。こっち系の方がいいのかな。先端脇より。舞台期間中にプリンになって行ったんだろうね、これ。でも髪染めるんだったら多分前髪切るね。分かんない、みんながどういうのが好きか。こっちの方がなんか大人っぽく見えない。こっちにしていこうかな、ちょっと当分。仕事できそう。ちょっとこっちにしてみようかな、当分。分かんない、こういう人ってみんな分け目どうなってんだろう。センター分けじゃない方がいいってことだよね。だってイケメン、これ前髪だけ、ここわかんな。
ことある。こういうこと？前髪だけこうするとの急に急にだけど、もうこういうことか。こういうことじゃない？ちょっと前髪こっくらいするわ。七三七三くらいか。ちょっとカズサっぽい感じだ。カズサの落ち着いてるバージョン。いい感じ。ねえ寒い。ずっと風流が弱いから。え、センター脇よりかこっちの方がいいかな。温度は 24.5 度。節約しすぎ。でもほんこれずっと風量いつもより弱くしてたからかも。今同じくらいにした。あ、でもちょっと変わった。消えた。てか雪やばいんだね。ニュース見てたらさ、クリスト。30時間って。がやばいってね。やっぱ外寒いんか。25度くらいにしようかな。あとさ、今ファーっていうか、なんかさ、ちょっとモケモケのさ、バケハみたいな流行ってるじゃん。あれを白か黒買おうか迷ってて、最悪どっちも買おうか迷ってるんだけど、どっちが可愛いと思う？冬だとやっぱ白の方が可愛いのかな。とかアウターも普通に足りないと思って、アウターも買おうかなとか迷ってきちゃった。物欲やばい。舞台終わった途端物欲やばい。ちょっとお菓子食べます。マフラーもね買ったんだよね。
私マフラーもらったプレゼントでこの前。ありがとう。やっぱ前髪切ろうかな。めっちゃ迷ってる。なんかね、やっぱフレンチカーリーはね、前髪ないと結構むずいんだよね。言うと思うか。この配信で前髪切り始めたらこいつふざけてんなってなる。いや一回切ってみるのありなんじゃないかも。もうなし。私絶対自分で切れるから大丈夫、そこは心配しないで。え、どっちがいい、どっちがいい。切るなら切る、切るなら切ってみる一旦。だがハサミの切り味が最高級に悪い。切る、もう切る、もうムカつくから切る。ムカつくから切る。もういいわ、みんなどうなっても知らないからね。みんな切って後悔しないでよ。切って後悔しないでよ。ムカついてるから切る。え、いい、本当にいいと思う、本当にいいと思う。
本当にいいと思う。ここでいいのかな。でもかなり量は少なくしたいから。イメージできてる。ドキドキしてきた。でもこんだけこんだけ長いと逆に。いきます。急に結構いったよ私。これをちょっと一回アイロンつけて、私結構いくから。いやーでも綺麗な金髪。大丈夫大丈夫。これを一旦、え、待って、大丈夫ない？もしかして。あ、大丈夫大丈夫。え、大丈夫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 。ねえ、焦らせんで焦らせんで、大丈夫だから。早く温まってお願い。お願いだから。いや、もうこのね、触覚からの流れがうまく作れないとダメだからねえ。焦らせないで、笑わんといて笑わんといて、大丈夫だから。一回濡らせばよかった。違う、私ケープもしてるから今日変なだけ。どうしよう、これで心配したら泣くって、ガチで泣くって。これで失敗したらガチで泣くよ。毎日ピン。ピンで前髪結びつけるわ。さて、一回濡らしてくる。一回濡らして乾かしてくる。
かい部屋。カピカピケープつけてるから。結構でもパッツン目に行き過ぎたかも、逆にね、逆に飛ばって感じだけど、ちょっともう大丈夫。でも私は信じて、今まで人生で何十回も自分で前髪を切ってきた。任せなよ。こんなの巻いたら絶対いい感じになるやんから。でもこれは一回またお風呂入って髪の毛洗って整えるわ。眉毛黒、絶対脱色するわ今日。じゃーん。ちょっと眉毛は絶対に今日脱色する。切った切った、前髪めっちゃ綺麗でも毛。髪の毛めっちゃ綺麗、可愛い色してるわ今の髪の毛。どう？眉毛黒いのだけすごい気になるけど。もうちょっと伸びたらまたいい感じにはなると思う。かなり今パッツン目で切ってみたけど、いい感じ。だから言ったじゃん、焦んなよって焦んなよって言ったじゃん。あ、でも前髪切ったらだいぶ今すっきりしたかも、自分の気持ち的に。まあ一旦美容室はいいかって、まあ、これはまた後に美容師さんに整えてもらうとして。ちょっと重めかな、
重めパッツン前髪にしてみたけど、どう？あんまり？リストこう、なんか漏れな今日の今日の顔がダメなのか、触覚ももうちょっと切りたいかも。でも後で自撮りしとくわ。眉毛黒いからかな、なんか意外とセンター分けだったら眉毛黒くてもあんま気にならなかったけど、今はすごい眉毛黒いと気になるね。いい感じ。これでちょっとなんかやっとハーフツインもなんかちゃんとできそうな気がしてきた。ちょっとねハーフツインしたかったんだよね。髪の毛はちゃんと頑張ってケアして伸ばします。切っちゃった。そう、かわいいかわいいハーフツインしたかったわ。あーすっきり、すごいすっきりした。ありがとう、こんな恒例断髪式配信。ちょっと重いけど絶対重いわこれ。多分前髪ってこんなんだったっけってなってる今。幅広く切りすぎたかも。まあいっか。またね、綺麗に美容師さんにやってもらいましょう。久しぶりに戻ってきちゃった。じゃあランキングを見ます。髪の毛切っといて。13位りょうたとマーク、鳥ももしさん。12位みほちゃん。11位ワイキャットマーク、海喜ぶ岐阜県民神吉、今日満点超かわわわさん。10位 TK トンからとマーク、タイさん。9位秋彦さん。8位幻さん。7位マーさん。6位春の、あー難しい、春ちゃん。超激推しさん。5位猫にゃーさん。4位 MM ルールザットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん。3位ダイヤくん。2位クロケンさん。1位新ケザットマーク、ナタリドンさんです。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございました。また明日ね。